古田誠一郎は日本の社会事業家、教育者、ラジオテレビタレント、政治家。日本におけるボーイスカウト早々期の指導者の一人。初代の高専高槻市長、ボーイスカウト、日本連盟理事、日本キャンピング連盟常任理事を歴任した。1897年6月27日、和歌山市に古田吉兵衛の長男として出所。1914年、 和歌山商業学校を卒業。1919年、和歌山の聖旧聖主協会で受選し日本聖公会に入信。同年神戸に移住する。スマ工場会、ウルフ株の隊員と、古田1921年12月1日、神戸の聖ミカエル協会で、ボーイスカウト神戸第一隊を指導していた、フレデリック・ウォーカー宣教師、竹内修六神父の援助を受け、 平井哲夫と共に神戸ボーイスカウト山手隊を結成。日本人のみで構成される少年団でボーイスカウトを名乗ったのはこれが初である。後に神戸市の木村義吉の援助を受け新た隊、吹き合い隊を結成。1926年11月28日の少年団日本連盟神戸地方連盟結成以前より神戸子供党連盟。 神戸スカウトシンポジウムを組織しスカウティング研究を行った。1923年12月、神戸市長、石橋溜之介の要請を受け、スマにて、日本最初の株スカウト隊である、スマ工場会、ウルフ株隊を結成。隊員の成長に伴い1925年に、スマ工場会ボーイスカウトと解消して、活動していたが、1930年6月30日に、 解散。1923年には、神戸映画教育会、和歌山第一県事隊を設立。上京し、久留島武彦が主催する、童話公園の研究組織、海鮮会事務となる傍ら、日本大学専門部文学科の夜間部で、教育倫理学を学ぶ。1929年、日大を退学。第三回世界ジャンボリーに、参加のために投影し、 そのまま、ギルウェルパークのトレーニングセンター少年部終了。英国で見学したローランドハウスの教育を見習い、1931年2月、児童収容施設セントヨハネ学園を天皇寺に開設。1932年、童話教育研究会を結成。同年全国施設社会事業連盟理事。1938年、社会事業功労者として、 大阪府より表彰される。同年より、大阪府より移植されて、欧州の児童保護政策の調査のためとをする。当中に、国際株指導者会議、国際ワークキャンプ会議に出席、ギルウェル指導者実習所少年部要年部終了、中央社会事業協会理事就任。翌1939年に基調。1943年に、 財団法人桃山中学校理事に就任。1947年、セントヨハネ学園の疎開先であった高槻市で、第一回市行選に立候補し当選。同地で、ボーイスカウト復興に着手し、高槻北、舞台、高槻南隊を結成。翌1948年、フラナガンシンプレス席の元関西スカウト、再建協議会を開催、日本ボーイスカウト、 大阪連盟理事に就任。1949年ボーイスカウト日本連盟理事、就任。1950年、三島道春の依頼により、ボーイスカウト日本連盟中央事務局総主事に、就任。このため、桃山学園理事、セントヨハネ学園園長、高月市長を辞任。1952年8月23日、東京芸術大学で行われた。 文部省の全国児童文化会議にボーイスカウト、日本連盟代表として参加し、児童検証に児童の完全独立との文言を盛り込むべきでないとの論人を張った。1954年、日本赤十字社副社長、笠井義介の依頼を受け日本赤十字社参与、本部法仕課長に就任し、帰国戦公安丸、大政丸の日赤乗船代表となる。 1959年11月、社会教育功労者として文部大臣表彰。1964年9月、日赤本社常勤嘱託。1967年5月、ボーイスカウト日本連盟副総コミッショナー。1967年、青少年教育の功績で君四等随法賞を受賞。1970年5月、 長年のスカウト運動への功績から、ボーイスカウト、日本連盟選達の称号を授与される。1980年、ボーイスカウト、日本連盟の友好賞である、記事賞、日本赤十字社の銀色友好賞が授与される。1976年6月28日、第16回、久留島武彦文化賞を受賞。1992年12月3日、成居。 古田は、苦笑児童文学の専門家として、たびたび、ラジオテレビの児童向け番組に出演している。戦前期には日本放送協会、大阪中央放送局の劇団、BK、子供サークルに所属し、子供と家族の言う、お話クラブで、児童文学の朗読や童話劇の上映を行った。1938年に、アイスランドの児童文学家ヨーン・スウェンソンが来日した。 サにはラジオで共演している。戦後には、ラジオ東京の子供向け番組、チーノはクラブの司会を務め、日本テレビ、暮らしのセンスに出演するなどして、古田の顔は全国の子供さんに売れすぎているほど売れたという。ありがとうございます。